今回は霞ヶ浦に沿って走る小さな鉄道がテーマです。ここは潮来駅、東京からだと総武線、成田線、鹿島線と乗り継いでたどり着きます。 PD51 が引っ張るジェット燃料輸送列車です。パイプラインが完成する1983年まで走っていました。世の中の注目を集めた列車なのだ。潮来駅からバスに乗ること25キロ、鹿島鉄道の玉造町駅にやってきました。今はバス路線がなくなっているので気をつけてね。鹿島鉄道は常磐線の石岡駅から鉾田駅まで 26.9 キロを結んでいた路線です。1979年までは関東鉄道鉾田線だったよ。玉造町駅に鉾田行き列車がやってきました。1両のディーゼルカーなのだ。鉾田方面から石岡行きが来ました。列車交換です。この頃はまだ多くの乗客でにぎわっているよ。その後は利用者の低迷に加え、親会社の関東鉄道がつくばエクスプレスの開業により収支が悪化したことにより2007年に廃線になりました。線路跡の一部はバス専用道になって BRT が運行されているよ。玉造町駅から石岡駅に乗りました。車窓からは霞ヶ浦が見渡せます。美しい景色なのだ。今ご当地 B 級グルメなめがたバーガーが話題を集めています。なめがたとは玉造町が周辺の町と合併してできた行方市に由来し、霞ヶ浦のナマズをパティに使ったユニークなバーガーです。食べてみたいのだ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。